聖書朗読「新約聖書ヨハネの福音書」第21章15節から19節彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、 ヨハネのコシモンあなたは私を愛していますかと言われたペテロは答えたはい主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知ですイエスは彼に言われた私の羊を牧しなさいイエスは三度目もペテロにヨハネのコシモン あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは、イエスが三度目も、あなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは、私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。 私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で 神の栄光を表すかを示すために、こう言われたのである。こう話してから、ペテロに言われた。私に従いなさい。で、早速、今日の聖書の箇所に入っていきたいと思います。ヨハネの福音書の21章の15節から見ていただきました。場面はほとんどの方がよく分かっていますが、簡単に復習いたします。ガリラ役の岸辺です。 イエス様の復活の出来事の後にガリラ屋に行き私に会いなさいと見つかりの命令を受けて弟子たちはみんなガリラ屋に戻っていきました戻ったところですることはないペテロは私は漁に行くと言って皆と一緒に漁に出かけていきますしかし魚は取れませんでしたというこの現実は3年前 キリストに声をかけられたあの日と同じでありました。つまり彼らは原点に戻ったということであります。あの時は一匹も取れない中、イエス様が船を出しなさいと言って、イエス様が船、網を下ろせと言ったところで大量の魚が釣れたわけです。それから3年半、ペテルは 別人になってししままいました十字架を前にしてイエス様を知らないと三度否んだペテロはもはや自分の人生はこれから先一歩も進めないほど挫折を味わってしまいましたたとえ全部のものがつまずいても私はあなたを知らないと決して言いませんたとえご一緒に死ななければならないとしても私は あなたを知らないだろうと決して申しませんと言ったペテロが数時間もしないうちにイエス様を否定していくと自分の勇ましい口調だけが頭に残りますペテロは身をかがめてしばらくして少しの勇気を振り絞って大祭司の家を出ましたその日以来イエス様と顔を合わすことはもう 一度もないだろうと思っていたところに、イエス様はペテロに現れて、イエス様がペテロに語りかけているというのは今日の場面です。一番目。主は彼の名前を呼びます。ヨハネの子、シモン。15節に出てきますね。16節にもイエスは再び彼にヨハネの子、シモン。 17節にもう一度イエスは3度もペテロにユハネの子シモンとおっしゃいました挫折をした男と出会う時にイエス様は3度彼の名前を呼びます名前を呼ぶというのは温かな味わいを持っていますペテロのケースだけではない主に従うすべての者のはマタイでもパウロでも ラザロでもバルテマイでも名前を呼ばれてついてきました。私たちでもそうです。有名なアグスティヌスの言葉に神はまるで世界に私一人しかいないかのように愛してくださるというのはあります。この世界に60億を超えるクリスチャンがいる。そして約20億のごめんなさい、60億を超える人口。 そして20億を超えるクリスチャンがいるのに主はいつでも私の名前を呼び私に目を止め私に語りかけてくださるというのが私たちは考えますよね。この全世界をお作りになった神が 何億もいるクリスチャーの中で何で自分のようなものに目を止められるんだしかも誰にも言っていない自分の心の中を主はご覧になっているんだというふうに疑問を持ちますけれどもしかし聖書の端から端までいつでも神はあなたの名を呼びあなたに声をかけあなたの心の中のことを見ておられると後にですね ペテロが自分が証明を受けた時にペテロは思わずイエス様に「この人はどうなんですか?」と自分の虎にいた人を指して「どうなんだ?」って聞きますんですね。その時イエス様はおっしゃいましたよね23節の後半ですね「私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか?」と言われた。 22節ごめんなさい。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい。これがヨハネだと言われています。ヨハネもペテロもイエス様に召されました。でもヨハネにはヨハネの使命がある。ペテロにはペテロの使命がある。 だからヨハネがどういう生き方をするのかどういう最後を遂げるのかというのはペテロあなたには何の関係もないあなたは私に従ってきなさいというほどイエス様はペテロに目を止めているイエス様は私たちにペテロを目を止めているということですね2番目に「愛するか?」という質問も3回出てきます。 15節16節17節あなたは私を愛しますか。15節には、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。この質問はペトロにとってつらい質問でありました。原文から最初の2回の愛しますかはアガパオで、神の愛、無償の愛をもって私を愛しますか。 ななかなかペテロは上手に答えられませんでしたするとイエス様はその愛の質をもう一段落として「あなたはヒフィレオの愛で友情の愛で私を愛することができますか?」というふうに質問を変えてこられますそういう文法的なことを見なくてもペテロのもどかしさはよくわかります「愛しますか?」という質問 に彼はまともに答えられるわけがないです死ぬ覚悟がありますと言いながら一目散に逃げていったそしてイエスを知らないと三度も否定したんですから愛しますかという答えほど答えられない答えはないわけですねしかしイエス様はこの答えにこだわりましたイエス様はペテロに 何を尋ねて何を要求しているのかこれ考えてみる価値がありますよね。私はよく家内に「コーヒー飲む?」って聞くんですよね。すると答えはいらないというそれで答えは終わりなんですね。 私が家内に「コーヒー飲む」って聞いてるのは「一緒に飲む」っていう意味に「一緒に飲む」っていうのは「私も飲みたい」って「一緒に飲む」「飲みたい」って「入れて」っていう意味も含んでいるわけですけれどももう「飲みたくない」で全ての会話は終わるわけですよ。で私は立ち上がって「コーヒーを入れに行く」 っていうパターンなんですねこれと似ていましてね私は妻に「愛するか?」って言えるんですよ。でもしその言葉を発する時にそれはすなわち「君の愛を疑っているんじゃない」そういう意味じゃないですよね。私は君を愛しているという意味ですよね。 ペテロはイエス様はペテロの愛を疑って私を愛しますか愛しますかあんなに私をいなんだからそれでも私を愛しますかなんてことを言ってるんではない私,は私たちは見ず知らずの人に家族ではない人に私を愛しますかなんてそこらへん道歩きながら聞かないでしょあなたのお名前は何ですかのように私を愛しますかなんて聞かないですよね。 自分が心から愛している人だけに「私を愛しますか?」って聞くじゃないですか。それはその問いかけは他でもない「私はあなたを愛している」という意味ですよね。するとイエス様が3回尋ねることによってイエス様はペテルの罪をかきたてているのではない常識的に考えればイエス様は 自分がペテロを愛しているということを。ペテロに伝えているということが。よくわかります。三回で明らかになってくるのは。ペテロのイエス様に対する愛ではない。イエス様のペテロに対する愛です。ペテロの答えは、はい、主よ。はいしよ、主よと、十五節、十六節続きますが。 3回目をご覧くださいちょっとこれ写しますね3回目17節ですねイエスは3度もペテロに「ヨハネの子シモンあなたは私を愛しますか?」と言われたペテロはイエスが3度目も「あなたは私を愛していますか?」と言われたので心を痛めてイエスに言ったこれですね「主よあなたは全てのことをご存知です」 こう言ってますね主よあなたはすべてのことをご存知ですということは、私があなたを裏切ったことも知っておられます。私がどちらかというと、口だけの性格で、実行が伴っていないということも知っておられます。私が今、全く自信がないということも知っておられます。もしかしたら、もう一度ぐらい裏切るということも知っておられます。私の空元気も 私の疑問も不安も不信仰も弱さもあなたは一切を知っておられます。その時、イエス様はペテロの目をじっと見て19節で言われました。私に従いなさいです。すべてを知っている私にすべてを委ねて私に従ってきなさい。で従ってきなさいの英語の言葉は Obey me me でではなくフォローーです。つまり私についてきなさい。すべてを知っている私にすべてを委ねて私についてきなさい。今までと同じように。という言葉をイエス様はかけられました。3番目。すべてのことをご存知であるイエスについていくというのはどういうことなのか。自分の 過ちも弱さも足りなさもすべて委ねてイエスについていくイエスはペテロを用いたいんです私の子羊を飼いなさいって用いたいんですよね三度ドイナということに一切知ら触れずにペテロを愛しペテロを用いようとするイエスの憐れみ でペテロは用いられているうちにイエスの憐れみが分かるようになるイエスの憐れみを彼は今まで人人にイエスが憐れみを施しておられる姿を見ておられただけどこれから先はあれほど失敗した自分をイエス様は再び用いてくださることによってイエスの憐れみを知るようになるんですね 前に話したことがありますカトリックの司祭のヘン,ヘンリー・ナウエンが子供の頃に哀れみを学んだということを本に書いてあります少年時代のことでありました13歳第二次世界大戦の真っ只中のオランダ彼のお父さんは息子に小ヤギの世話をするように言います少年ヘンリーは 小にワルターという名前をつけて可愛がるんですね戦争のために多くの人々が飢餓で死んでいく時代でありました彼は子ヤギに餌を与え子ヤギを抱きかかえ子ヤギを寝るようにして子ヤギと遊んで子ヤギに仲良くなっていきます車庫の隅に囲いを作ってやったり 彼に引かせるために小さな木の荷車を与えてやり毎朝目が覚めるとすぐに彼に餌をやり学校から帰るとすぐに囲いの中を掃除し彼にいろいろなことを話しかけたものでした私とワルターは無理の親友でしたと本に書いてありますところがある朝車庫に行ってみますと囲いの中に いいたわれたはいませんでした私は後にも先にもあれほど激しく泣いたことはありませんでした悲しみのあまり私は泣きじゃくり泣き叫びました父も母も私をどう慰めたらよいか分かりませんでしたそれが私が初めて学んだ愛と喪失の体験でした戦後何年もたって食事に不自由しなくなった頃 父はうちで働いていた庭師がワルタを盗んで飢えた彼の家族を食べさせたということを話してくれました父はその庭師がやったことを知っていました私の深い心の悲しみも知っていましたでも父は一度も彼を問いただすことをしませんでした 今私はワルターも父も思いやる愛哀れみとは何かを私に教えてくれたのだとしみじみ思います非常に深い話を持っていますね子供は動物を飼う世話をすることで哀れみを学びます子供のために何かしてあげるということで 子のために何かすするとということでれみを学びますペテルは牧師となることで羊を飼う立場に身を置きますので彼はまた憐れみを学ぶようになりますでもその出発点で彼が一番学んだのは主イエス・キリストの憐れみでした父親が庭師を一度も問いたださなかったように イエス様はペテロを一度も問いいだしてないあんなに豪語しておきながらあんなにあっさりと私を知らないというああ人間の愚かさよなんてそんなことは一言も言ってないんですよね。ただご自身の愛をひたすらペテロに届けているそのあがれみを伝えている。 ペテロがどれほど恥じているのか後悔しているのか思いやってただご自身の愛を伝えるだけのイエス様からペテロは憐れみを学びましたナーウェンはその少年時代をしばらくしてからですねいろんな話を聞かされて改めて憐れみが分かったように私たちも後に十字架の愛 自分自身の失敗それを問いただすことのない神の憐れみが分かるようになります生暇式に預かるたびに私たちの罪深さをあえて問いただすことをせず私の愛を受け取れと私の恵みに預かれと招いていてくださる主を心から感謝いたしますお祈りをいたします 恵み深い天の父なる神様、何の資格もない、三度あなたをいなむような生活をしてきた私たちでありますがあなたは今日、それらを問いただすことなくあなたの愛の生産の恵みに招いていてくださいます。そのののことによって、自自分分愚かさ、さ、つまらなさ 自分の弱さを溶かしてくださり少しでも私たちも憐れみを学び憐れみを実践するような人にならせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。